しました。本日はお忙しい中ご出演いただきましてありがとうございます。はい、皆さんこんにちは、浦和レッズユースの矢野京子です。今日はお忙しい中いろんな各チーム、記者会見の皆さんここに来てくださってありがとうございます。正直今選ばれてほっとしているとかそういう気持ちは一切なくて、自分がメンバーに入れるかわからなかったので喋ることも全然考えてなく、今は本当に驚いているというか、まだ全然実感が湧かない感じでいます。選ばれたからには本当に頑張らなくてはいけないですし、メダルのためにチームのために、貢献しなければいけないと思っているので、本当に頑張りたいと思います。本当にメンバーに選ばれるとは思っていなかったので、今は実感が湧いてない状態なんですけど、浦和が今回一人だということで、本当にチームを代表して、日本のために戦っていきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。7月の8日に浦和駒場スタジアムで、こけら落とし、私たちの試合があります。16時から新潟と試合するので、ぜひそちらにも駆けつけてきてください。よろしくお願いします。